こんにちは。こんにちは。今日は、おっさんが。おっさんが中が、木村フィリップミノル選手のボクシング転向についてちょっと二人喋ろうよ。あ、二人で。二人で。まあ、ボクシング転向して、通用するかっていうのをちょっと。今でもなんかね、K-1 選手とか、うん、キックボクシングの選手とか、天心選手とかもそうだし、武井選手とか。なんかボクシングに転向してっていう傾向がやっぱ多いですよね、うん、まあボクシングはやっぱ歴史が一番深いし、うん、やっぱね、トップは一番稼げるからね。そうやね、やっぱあの人口で言ってもやっぱ世界的に一番多いんで、うん、そこでやっぱトップ中のトップはね、すごいもう桁が違いますもんね、やっぱり。ちゃうもんな、うん、まあそのミノル選手が、うん、まあ、転向するってなっとって、まあ、うん、まあ、デビューはしてないんですけど、うん、まあ階級的にウェルタースーパーダー級で、うん、まあチャンピオンを目指してやっていくについて通用するのかって話ですね。まあ通用するかって言ったら、いやー僕やっぱこのウェルター、まあ僕も日本投与は取ったんですけど、スーパーレターでミノル選手のスタイルだったらなかなか厳しいんちゃうかなと思うんですね。いや僕は結構ミノル選手って、うん、まあ、K-1 のキックの時から、うん、パンチ主体で戦ってて、俺は通用するんじゃないかなって、その前世紀の動き見てたんですけど、パンチもめっちゃあるし、パンチあるな、うん、身体能力も高いし、俺は通用するかなと思うねんけど、うん、いやスタミナっていうか10ラウンドとか持たないと思う。確かに、まあ、ボクシングはほんまラウンド長いもんな、あの体やね、筋肉量めっちゃ多いもんな、やっぱ筋肉量多かったらスタミナの消費ってすごい激しくなると思うんで、一番層厚い階級やからね、ほんまに世界中ではね、ほんまに、だってほんまパッキャーとかメイウェザーとかの階級ですよ、ほんまに。やっぱ世界目指すってなったら10ラウンド、12ラウンドで戦えないといけないから、 それ言われたら確かにスタミナもつくかなっていうのはあるけど、まあでもやっぱやるからには多分ね、そこにちゃんと戦い方も、まあ、持っていくんだ、シフトチェンジしてやっていくんちゃうかなと俺は思ってるんですけど、まあすごい非常に楽しみやなとは思ってるんですけど、まああれじゃん、とりあえず俺をとりあえず超えてから行った方がいいんじゃない？お？一応チャンピオンだし、日本とか東洋太平洋、ホッソンがミノル選手が、プロに行く前に、うん、ホッソンがちょっと壁になる、どんなもんなんだ。いや俺ほんまチャンピオンになるの厳しいと思ってよ、はっきり言って。まあインスタグラムとか僕見るんですけど、ミノル選手の、まあ、ミッド打ちとか、うん、まあ、サンドバック打ちとか見るんですけど、ぶっちゃけあれじゃチャンピオンにならへんと思うんです。結構厳しい意見ですね。キックボクシングとボクシングってやっぱ違うし、うん、まあ、パンチしたいかもしれへんけど、 K-1 の世界王者の話だし、うん、まあ、じゃあボクシングに来たら通用せへんのちゃうかってで正直思ってきた、うん、思うんですね。一回俺この前竹原チャンネルの撮影の時に、うん、スパーリングあるっていう班に水野選手とやる設定行ったんですけど、まあなかったんですよね、なんか多分逃げたんですよ。あ、逃げた逃げた、俺からホストンってやるの決まってたもんな、まあ、一応やるあれやったのに。あらあら、ホストンが足痛いからできへんってたんじゃない。でも足痛かったからよかったけどな。でもいやいや、みんな俺は足痛かったらやるよってやって、全然当日キャンセル、うん、いや当日っていうか前の日かな、まあ、当日じゃないけど、まあ、なんか体調不良だったんで、いやほんまにそのチャンピオン目指すんやったら一回俺相手したるから、やってみえへんか、受けてくれるかな。いや分からん、俺からビビってんのか分からんけど、ビビってんやったら受けたる、受けたるよじゃん、おかしいな、受けてくださいよ。おいミノル、俺を超えてからボクシングの世界行ったらいいんちゃうんだ、逃げんだよ。おい、まあまあ、ホッソン、まあまあ落ち着いて、ホッソンの気持ちもわかるけど、ね、今ホッソンもこういう気持ちがあるみたいなんで、まあ、ミノル選手受けてくれんやったらぜひちょっとスパーリングの方お願いしたいんで、見てくれると思うから、まあ朝またぜひよろしくお願いします。おいミノル、